美しい奈良の景色はいつでも私たちの心を癒してくれます。しかし美しい奈良の景色が汚されています。ポイ捨てされたゴミは川を流れ海にたどり着きます。海に流れ出たプラスチックゴミは世界的な環境問題となっています。一人一人がルールを守ればきれいな奈良になれます。